はいどうも皆さんこんにちはこんばんは。今回なんですけど、アップデート後のオールマイトがマジでやばいらしいんですよ。というのも今回のアップデートで爆豪デクつゆちゃんのこの3体がね、かなり移動性能を削られたわけじゃないですか。なので、まあ、全体的に見てオールマイトの移動性能何も変わってないんですよね。オールマイトに関しては初期から何も変わってないんですけど、もうなんか勝手に上に上がってたみたいな周りが下がってくから勝手に上に上がってって、ぶっちゃけ多分一番今強いんじゃないかなって感じです。まあ、全体勝率も1位だし、なおかつこのアルファの火力がとんでもなく高いんですよね。これ今12発ある状態で、なおかつ連射可能、連射可能で12発で、でしかも当たり判定もめちゃくちゃガバガバで、で地面に当たっては衝撃波でも34ダメージ食らう。でスーパーアーマー付きの近接格闘攻撃のベータ、はい、そして全ての弾とかあの近接攻撃を無効化するトルネード、まあ、このトルネードに関してはまあね、あの八尾桃と剣道さんには弾かれちゃうんですが、それ以外のキャラに対しては普通にね全ての攻撃弾くことができます。なのでね、非常に性能の高いキャラですね。でしかも特殊アクションでハイジャンププラスアルファオンブも持ってるんですよ。これはね、いかがなものかというわけですよね。ぶっちゃけ今の環境、本当にオールマイトが最強格になっちゃったんじゃないかなっていう感じです。いやまあでもありがたいっちゃありがたいですよね。まあ、作中でもオールマイトは最強キャラとして認識されているので、まあこのゲームの中でもとりあえず最強キャラにいってもらう。でなおかつこうバトルパス、スペシャルのバトルライセンスをレベルマックスまで上げないとゲットできないキャラなんで、まあ強くてもいいんじゃないかなっていう感じですね。苦労して苦労して手に入れたオールマイトよりも初期からほぼ初期から使える爆豪デクつゆちゃんの方が強いっていうのもちょっといかがなものかというわけで、まあオールマイトが強くて、まあみんなねこうね頑張ってライセンス上げて最強キャラ使えて嬉しいんじゃないでしょうか。というわけで本編いきましょう。はい、というわけで実況の白金行かせていただきます。まず今日もテンション上げていきましょう。レッツゴー。まず初動はケアパケ降りで、ケアパケを漁っていきます。まあオールマイトね、もちろん初動ファイトも強いのでケアパケ降りでも十分勝てます。まあいっぱいケアパケに群がってくるんですけど、今回はいませんでしたね。しっかりアルファのレベル上げていきましょう。もうアルファのレベル7だいぶ強いね。もう7になったらもう正直ね、もう敵ボコボコにできますよ。さあまずハイジャンプから入って、敵もオールマイトいるね。やっぱオールマイト人気だからね。敵のシールパーリーン割って、で敵空中からベータ仕掛けてくるが、これも弾き返していく。さあベートでしっかりダウン持っていく。このベータの、ね、やるタイミングをね、ベータ放つタイミングが大事ですからね。そしたらオールマイトが消えたので一旦ね全体回復を飲んでいきます。まあこれはね自分用です。この全体回復自分用です。体力もシールドも回復できるんだよね。便利ですよね。味方が倒してくれて、あと爆豪君とダビって感じですね。まあアルファレベル7だけど91ダメージ。味方にストライクがいるからダメージ相当高いですね。ダビもしっかりダウンさせてフィニッシャーしようと思ったけど、ここはダビの特殊アクションが怖いから一回離れていく。で、アルファでしっかり仕留め切っていきましょう。アルファでしっかりダビ仕留め切っていっての、あとは爆豪君だったはずなんですけど、なぜかここでイーダが来る。イーダに対してアルファを当てていく。イーダだいぶ瀕死でも、かなり瀕死イーダは。で、このイーダは逃がさない。ベータをしっかり仕留め切っていて、イーダは空中に放たれてしまう。かわいそう。で、イーダ隠し入れてーの、あと爆豪がまだいるからね。気をつけてあげてね。僕はだいぶ体力瀕死なんですけど、そんなの関係なく爆豪を打ち合っていて、ここガンマで引いていく。このガンマがすごい強いんですよね。ほんと、この間ほぼ無敵だからね。イバラちゃんも弾き返せるからね。もう一旦ここで回復を入れていきましょう。で、爆豪が打たれてんで、前転で回数があわや殺されかけた。危なかった。で、ここでしっかりシールドを飲んでいって、まあ味方大丈夫かなって、物陰から確認。保護者オールマイトですね。保護者オールマイトしてから、スキルカードの回復を入れて、爆豪と打ち合っていきましょう。爆豪はもう瀕死ですね。これベータで追撃していく。で、しっかり37ダメージ与えて、もう瀕死だから一発アルファ当てての、フィニッシュ。これイバラちゃんに回復される可能性あるから、しっかりアルファ当てていこう。同じパーティーだからね、多分ね。さっき攻撃しちゃってなかったからね。イバラちゃんにだいぶ削られちゃったから、一旦ここは回復タイムですね。回復タイム。シール飲んで残りはイバラちゃんだけど、味方が打ち合ってくれて、なんとか倒すことに成功。ナイスですね。オッケー、熱い。さあシールドポーションを飲んでの、再びね新しいパーティーが襲ってきました。今度はセメントスですね。ちなみにオールマイトはセメントスに対しても強いです。なぜならハイジャンプもあるしベータもあるから。セメントスはね空中の敵に対してめちゃくちゃ辛いんでね、オールマイトとかみたいにね空中に浮いてる敵に対しては何もできません。基本的にまあアルファ当てるぐらいしかできないんで、ね、正直結構きついですね。つゆちゃんしっかりダウンさせてベータで空中跳ね上げてアルファで決めていく。綺麗な花火だ。非常に綺麗な花火だ。さあ目の前に爆豪がいるんで、爆豪に対してアルファを2発当てて、最後ベータで仕留め切る。まだ生きてる。しぶといやつめ。あと1発当てれば死ぬね。でもね、どっかに爆豪は消えた。消えたね。しょうがないね、これはね。
はい、で次ですね、まあ、ケアパケ漁ってる敵がいたんで、ここアルファで先手を取っていく。アルファ3発当てるシールドパーリーンなんで、ね、もうねコンプレスも瀕死ですね。プルスウッドの切らざるを得ない。もうこれはどこに逃げた、弾を追いかけていったら向こうに行った。というわけでここは追いかけていきます、しばきます、逃がしません。え、あれこれどこ行った、目の前にいる。アルファ1発当ててベータで詰め寄っていって、のコンプレス逃げてるけど、アルファ2発当ててもう瀕死で、コンプレスどこ行った、消えました。なんてこと。さあ次の戦闘ですね、トドロキくんがいますね。トドロキくんもシールドも終わって、もうこのね特殊アクションから入るのがめちゃくちゃ強いんで、皆さん戦闘の初めに特殊アクション使ってみてください。めっちゃ強いです。特殊アクション使ってその後ベータで追撃するもあり、ガンマで逃げるもあり。ここは爆豪のハウザーね、この安易なハウザーは許さない。で空中ベータコンボでしっかり決め切っていく。で血がらきの射線を切りつつアルファ打っていったら、トドロキが目の前に行きましたね。これだいぶ瀕死させられたタイプで、もう大丈夫、ガンマがあるから、オールマイトにはガンマがあるから逃げ切れるんですね、これね簡単に。で上からトドロキに対してアルファ当てて、2発当てて180ダメージ、190か、190ダメージ、やばくない、2発で190ダメージ。ストライクがいるからちょっと体力削れるの早いね。でここはトガちゃんが撃ってきてるから回復し終わって、なんとかね生き残ることができました。目の前にトガちゃんいるね。このトガちゃんに対してベータ、トガちゃんのベータめちゃくちゃ威力高くて、オールマイトのベータと同じぐらい威力高いです。なので非常に厄介なんでね、当たらないようにしましょう。距離を離してアルファを撃てば余裕なんでね、距離離してアルファを撃ってあげましょう。さあそしたら別の爆豪が撃ってきたので、ここは一旦回復入れていきます。隅っこ暮らしオールマイト、慎重に行こう、ここは焦っちゃいけない、ここはダメ、焦っちゃう。でハイジャンプから爆豪をしばいていきます。2発当てた、3発回って、4発当てた、あもう瀕死、もう瀕死、瀕死だけどセメントスいるね。まあでも関係ない、当てていく、だいぶ瀕死だよ。もうあの裏行ったから、これは逃がしたくない。アルファ届かなかったね、まあしゃあないね。とりあえずセメントスを打っていきましょう、まあしょうがないんでね。セメントスに対してアルファ溜まるまで待っている。セメントスは正直勝てるぞ。で爆豪が油断してたんで、ここはまあシールド速攻割ります、かわいそう。でプルスロタ使ってきたのでガンマで逃げていく。このサイクロンが非常に強いですね。爆豪だいぶ体力削れてるんで、もう瀕死です。ダウンしましたね。でセメントスも起こされるはずです。起こされました。いや残りはセメントスも瀕死なんで、爆豪のカバーに行ったがためにセメントスも瀕死にされちまったよ。で倒されちまったね。まあこれしょうがないですね。でもまあ爆豪とセメントスね、まあ相性いいキャラクターですよね。セメントスと相性悪いのは我らが霧島です。さあ次の戦闘ですね、ラスト部隊ケアパケ漁ってるのが見えますね。アルファで2発当てていってから、ちょっとね横展開して上から撃ち下ろしていきましょう。トドロキくんがいますね。オールマイトトドロキくんに対して強いんでね、トドロキくんしばいていきましょう。アルファ2発当てて瀕死だね。もうでもトドロキくんの壁、この壁がね意外とね利的なんだよね。この壁実はオールマイト相手には利的壁で、トガちゃんに対してはベータ使ってきたらベータをかぶせてあげる。でオールマイトに変身してるんですけども、死にかけなんで、この死にかけのオールマイトマジで怖くないんで、しっかりねアルファ冷静に当てていきましょう。でここはね全体回復を一旦巻いてあげての、味方の体力は全然あるんですが僕の体力がありません。でここ爆豪に襲われる、やばい、これは非常にまずい。2発食らったら終わるけど、オールマイトは強いんですよね。オールマイトは負けないんです。なんでかって、平和の象徴だから。そうでしょう、負けるはずがないでしょう。はい、というわけで一旦またシールド巻いていって、ラストトガちゃんどこ行ったって感じですね。どっか消えちゃいましたね、トガちゃんがね。まあ向こう側に味方がピンを刺してくれているので、おそらく向こうにいるんでしょう。というわけで追いかけていきましょう。トガちゃんが空中からなんかしてますね。ここアルファに当たって、しっかり190ダメージ入れてのトガちゃんもね、アルファ、ベータ、これ強すぎないこれ。これズルだってこれもう。これ本当にずるいよね。で、コピーされたけど、まあしっかりアルファ当ててたん。まあ、このようにね、非常にアルファの火力が高いです。しかもベータスーパーアーマーついてます。トガちゃんが吹っ飛びました。これが今のオールマイトなんですね。爆豪に対しても、もう、ね、爆豪の特殊アクションなくなっちゃったから、まあ、ほぼね、戦闘中1回しか使えないような20秒なんでね、爆豪の特殊。なので、爆豪に対しても今は勝てます、オールマイト。逃げ切れます。そして、敵も特殊で追っかけてこれません。なくなっちゃうから。というわけで、GG! チャンネル登録、高評価よろしく、バイバイ。